Yeah, my name is Pico、今回は8月のシュート大会で環太平洋バンダム級チャンピオンに輝いた怪物こと安藤達也さんにお話を聞かせていただこうと思います。安藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。8月の、試合も僕見させていただいたんですけども、いや、ありがとうございます。もう感動しました、めちゃくちゃ。左でバーンみたいな。言ってからのもう攻防がちょっとあまり言い過ぎるためかもしれないですけど、チャンピオンベルトをゲットして、心境ってどんな感じなんですか？あ、とですね、はい、結構格闘を始めた最初は結構舐めたんで、はい、最初は3、4人ぐらいで、ベルト負けるっしょってちょっと思ってたんですけど、はい、そこからやっぱ紆余曲折があって、はい、あのやっとベルトっていう、こう形になるものをつかめて、やっぱ改めて自分の力をこう信じれたっていうのもあるんですけど、どちらかというと、あの自分以外の人たちに改めてこう支えてもらってるっていうところだったりとか、周りとかその大事な人たちが喜んでくれたっていうのが一番僕にとって嬉しかったですね。あとシュートのベルトを取れたっていうことによっても、はい、シュートに憧れがあったので、はい、とても嬉しいですし、名前がこう自分の名前がシュートのチームで、とても光栄なことだったんですけど、ベルトをこうなんか結構深く考えたんですけど、これは結局物なんで、こう誰かが作ってるし、こう回ってきて歴史あるものっていうものとしてはもちろん尊敬しているものなんですけど、なんかこれは多分壊れるし、また新しくなると思うんですよ。それよりもやっぱ自分がそのタイトルマッチで勝てたっていう、その試合でその大一番で勝ったっていうその経験が非常に自分にとって大きかったら、体験できたってことが大きかったなと思いました。はい、ベルトを掴むまでのなんか紆余曲折じゃないですか、はい、なんかストーリーちょっと教えていただいていいですか？はい、僕はちょっと小さかった頃、少しだけやんちゃでちょっと活発すぎる感じの少年で、外で遊びに行くと他の学校の子と喧嘩になったりとか、はい、やっぱあったりとかして、それでなんか一回ちょっと小学生の時に大きい喧嘩をしちゃって、それちょっと親が、うん、まあ僕はちょっと悪くなかったんですけど、僕ぐらいの喧嘩だったりとかしたんですけど、ぶっ飛ばしちゃったんで、4人ぐらい起きたんで、それでなんかちょっと親が、それちょっと力誤りすぎてるなと思って、ちょっと心鍛えろってことで、勝って始めて、それが格闘技との出会いだったんですよね。そっからやっぱ本当の強さみたいなものをちょっとやっぱ、空手を通して、空手からなんですね。はい。5年生か4年生ぐらいの時に、まだ緑帯だったんですけど、その大会に出て、みんな黒帯で、その子供なんですけど、それでなんか優勝しちゃったんですよ、関東、ブロック大会みたいな、東京か関東、はい。それでちょっとなんか、面白くなくなっちゃって。まあ、なるほど、もうちょっと手に入るのが、手に入ってしまって。はい。あと、バスケットボールにちょっとハマってしまった。マジですか？スラムダンクハマっちゃって、はい。僕もバスケットハマってます。はい。で中学校はバスケ部入ってて、はい、中学校を卒業して、ちょっと団体競技合わなかったんで、はい、個人技のプレーで、ちょうど格闘技がめちゃくちゃ流行ってる時期だったんですが、はい、中学生の時とか、はい、何か K1 とか K1、小学生の時に K1 が流行ってて、はい、で、中学生ぐらいだとドリームとか、はい、ヒーローズとか、はい、はい、当時すごい有名だったんです。さんとか、はい、やっぱその当時にめちゃくちゃ活躍してた選手がレスリング出身の方が多かったので、最初ちょっとなんかレスリングのユニフォームってイメージこんな感じじゃないですか。そうですね、あの、何ですか、はい、はい、シングレットって言うんですけど、はい、あれは最初ちょっと抵抗あったんですけど、はい、昼も、はい、で高校からちょっとやってみようと思いまして、はい、それで高校から初めてレスリングを、それでちょっと一番になったら総合格闘技に絶対行こう。あ、まあ、そこは見てたんですか？はい、総合がやりたくて、まあ、一番になったんですけど、高3の最後の、ここが続いたんですけど、高3の最後の大会で優勝して、ちょっとなんかそこで欲が出ちゃって、はい、あの教員免許を、はい、取りたいって思ったのと、あとちょっと
親納得させるのにもう一個材料必要だなと思って、うん、大学ぐらいでどこかって、うん、一応スカウトしてもらったんで、うん、こうしたのに行かせてもらって、うん、それで大学4年までやったんですけど、うん、高校3年の時に、はい、アメリカ遠征の日本代表として、はい、ホームステイしながら、はい、4つの高校を回って転戦するみたいなのが、はい、すごい光ったんですけど、それでアメリカに行った時に、まあ、ちょっとアメリカのその生活だったりとか、はい、授業とか、はい、人の感じとか、いろいろこう、ちょっと田舎のミシガンの方だったんですけど、はい、すごいなんかちょっと合ってるなって、はい、はい、思ったんで、それちょっとアメリカに行って格闘技を一回やりたいなと思いまして、大学卒業してから結構バイトのつぐらい掛け持ちして、でちょっと親に援助してもらったので、それでアメリカに行って、アメリカで格闘技ちょっと始めたんですけど、アメリカに行く前にちょこっとだけ日本で宿泊しないで、いろんなところで練習してしまったりとか、新人行ったりとかしたんですけど、でアメリカ行ってちょっと思うように動けなくて何もつてなしで行って、でお金すごい使いすぎちゃったんで、あと父が具合悪くなったっていうのがあったんで、はい、そっから練馬の方の自分にドライブ投票とかに進出して、はい、半年後にプロデビューさせてもらって、はい、そこから今プロ活動をしてる感じなんですけど、はい、そこの所属してたポストがないこといかなかったことがあって、はい、それちょっとそこのジムを離れる運動になってしまって、はい、そこからフリーでやらせてもらって、はい、フリーでやって今年5年目とかに、あ、もう5年ですか、はい、すごいですね、なんですよ、フリーになってから一応、はい、負けてはいない、引き分け1回なんですけど、負けなしで今のところこれでて、最初ちょっと結構大変だったんですけど、はい、結構いろんな人が助けてくれて、はい、フリーになってから改めてこう、うん、なんか人の力が大事だよ、はい、ありがとうございます、はいはい、今に行った感じですね。そこすげえわかるんですよ、はい、マジ、僕も昔なんて気づかなかったですけど、はい、その僕もそれこそ、そうですね、2世やり始めてみたいな、はい、フリーじゃないですけど、ソロそうですね、やり始めた場合、誰もいや、とりあえずなんか、まあ先輩とかは可愛がってくれてましたけど、はい、もうなんですかね、自分全く動けない状態の時に、はい、すげえ染みますよね。11月の23日にシュートの試合出られるじゃないですか、はい、それでなんかのインタビューとかでもなんかワンにもチャレンジしたいとかいう、はい、言葉とかも聞いてたんですけど、はい、なんか この先ですか、はい、今後のなんかの意気込みとかってなんかあるんですか。あ、なんかよく僕も誰とやりたいとか、はい、どこ目指してるのとか、はい、言ってもらえるんですけど、はい、なんか結構僕の中ではなんか毎回こう目の前の敵をやっつける、はい、っていうどうしかちょっと考えられてなくて、はい、でもやっぱ日本でベルト取れたんで、はい、海外にどんどん調整したいとか、はい、はい、コロナもやっぱりいろいろあるんですけど、はい、やっぱハングリーザがやっぱ一番違う理由が違う、はい、この時は日本人のそのすごいところがあると思うんですけど、はい、外国練習していってあったんで、アジア系もあったんですけど、もう多少こうちょっと雑でも本当気持ちでいくというか、それすげえなみたいな思うんで、やっぱちょっとそういうの見るとやっぱ外国の選手とかアジアの選手とかにすごい勢いあるんで、まあ、そういう人とやったらすげえ面白いし、面白いから、そうはい、見てみたいし、そうですね、海外交流したいっすね。海外やっぱちょっと応援来たいっすね。はい、今はちょっとワンに出たいと思って、はい、頑張ってます。はい、楽しみにしてます。